しっかりナンバーカバーしてくれてるもんね。これ取っと、とりあえずスターレットのオフ会だな。ビッツ、トヨタガズーレーシングって、隣なんかイタシャだな。隣のイタシャをちょっと取ってきたい。イタシャだな、いい感じ。お、こっちもサイド、イタシャだけちょっと間開けて置いてほしかった。ひょっとして後ろもなんかやってある？いたしゃだね。これバリバリだね。フルラッピング状態。これ屋根の上まで行っちゃってるね。屋根の上まで行ってる。これすごいな。これがこういう、サイドが、サイドこういう感じね。結構遠方から来てるんだね。後ろの窓まで行っちゃってる。こういう感じね。いたしゃだね。スターレットで言えばやっぱこの方か。これなんだ、 EP とかなのか、 EP なのか KP なのかね。多分そこらの時代だね。今から製造から約20〜30年、30年ぐらい前か。これなんだろうな。スターレット RI って書いてある。このトラの隣も結構古いね。いわゆるカットビースターレット、カットビースターレット12バルブ EFI。お、バケット入ってるな。フルバケが入ってるね。フルバケにナルディのステアリング。ガチマニュアル。走り屋だな、完全に。これね。スターレットね。どっか移動するみたいだね。向こうへ移動。さっきの方より若干新しい方か。スターレット、ターボ。1.3 リッターのターボとかそこらかな。インタークーラーターボって書いてあるね。カットビスターレット。このスターレットめちゃくちゃ綺麗だね。ボンネットからね、一応フルエアロ状態。シートブリッドのバケット入ってる。ブリッドのフルバケか。フルバケにナルディのステアリング。リアスポ結構いかついね。このいかつい、この長さのあるリアスポーこんな感じね。円形かなんかのホイール入ってるね。こういう感じね。懐かしのスカーな。ナンバーなしだ。ナンバーなしのガチレーサーだな、これ。イタシャの、イタシャのガチレーサーだな。缶ナンバー90番だ。ボダマ清掃株式会社。いい感じのイタシャだね。どうやって持っていくの。まあ完全なレーサーだな。レーサー、あー、いるわ。ナンバーなしの、ナンバーなしのガチレーサー。ここらなんかレーサークラスみたいな、そんな感じか。ナンバーなしのレーサー。こっちもね、ヘッドライト周りからいろいろ変わってる。ブリッドのバケットに浮かすい。これなんだろう、自家塗装みたいな、そんな感じかな。自家塗装みたいな感じね。ボンネットだけこうあえてやれた感じに塗ってある、そんな感じ。リアスポがいかつい。これもフルバケが入ってる。絶対丸上げしてくるだろ。いかついな感じね。結構着地車両だね。がっつりローダウンの、ほぼほぼ着地に近いね。フェンダーの被り替えもいいね。ホイールもね、フェンダーバキバキだね。エアサスではなさそうだな、この低さ。めちゃくちゃ低いな、これ。こういう車をね、見たかったな。ナンバーなしの、なんかガチレーサーだな。シートは1脚しかないね。フルバケが1脚のみね。ガチマニュアルで、後ろなんもない感じ。一応これ、おぉ、ちょ、これナンバー付き車両か。ナンバー付いてんのかどうかわからんが、ちょっと言えんけどね。な、マフラーも結構いかつい。マフラーがこういった感じね。これは、こういう感じ。GR ヤリス。GR ヤリス。これ結構いい、結構いい値段するんだよね。4、500万ぐらいするよね、これ。GR。
この雲めちゃくちゃ低いな。板車だね。板車で結構フェンダーもバキバキいってる感じか。いい感じ。渡辺のホイールね、ブリッドのバケットが2脚だね。ブリッドが2脚に、お、結構いい具合のこのリアスポ、いい具合のリアスポね。板車スターレット、スターレットコンビニから帰ってきた。お、塗装がいい具合にやれてるね。ボンネット、これカーボン、もともとカーボンのようなものが貼ってあったのかな。すごいね、この劣化具合がね。いい具合にタイヤもはみ出してるね。でカーボンのリアスポね、こういった感じ。これすごいな、こんだけめちゃくちゃ低いな。エアサスかなんか多分組んでんだろうな。生足でこんな低いし、傷ついてないのもないよな。リップ関連もすごい綺麗だもんな。これはピカピカだよな。え、すごいな。多分エアサス入ってるな。このお金のかけようは。このシートといい、塗装も一回これ全部塗り替えてるね。エアロといいね。この車両すごい。元のスターレットの多分何倍もお金かかってると、これは。これは、これ極上車だよね。マフラー4本だし。これ、こんな感じね。これもスターレットだね。ガットビスターレット。ボンネットもなんかちょっとポンピンにしてる感じか。一回これ外装も塗り替えてるね。ブルーのメタリックみたいに塗り替えて。ワイパーは1本ワイパー。スパルコのバケットに。ちょっとバンパーもこれなんかどっか擦ったかなんかで外れちゃってるね。いい具合に外れてるね。車高もベタベタだね。フルエアロ状態のスターレットだな。もうスターレット特有のこのどでかいリアスポね。これ印象的でいいね。かっこいい。これあるとなんか全然違うね。このでかいリアスポ、こんな感じ。マフラーもまたなんかちょっといかつい感じ。マフラー、マフラーなんだ。お、柿本のマフラー入ってる。柿本、柿本マフラーね。こんな感じ、ベタベタに低いね。スターレット1台お帰りか、うん、コンビニからお帰りかな。どっかエンジンかかったんだ。